衝動的に誘ってしまった。怖がられてないかな。気遣ってくれたのかな。あの、冬物とか見ていい？あ、うん。あー、でも空気が硬い。ごめんね、すぐに返してあげるから。おい、すっげえプロポーション。モテるかな。行ってみる。無理、シーラちゃんってモテるでしょ。いや、モテないよ。ん？スタイルいいし、おしゃれなのに。いや、この体型はもはや個性じゃないから。ヒョウなんてみんな頭小さくて手足は細長いし、それに柄物の服も着れないし。なんで？自分自身が柄物だから似合わないの。ちゃんでも悩みとかあるんだ。あるよ。無地の服しか選べなくてつまんないし。いいな、真っ白だと何でも似合って。一緒にピーチちゃんに似合いそうなの選んでいい？いいの？もちろん。これとかどうかな。ポリエステル製は静電気起こるからダメなの。え、私羊毛だから。はあ、そういう条件がつくのか。お互い大変だね。シーラちゃん、こんなに一生懸命選んでくれてる。あー、でもこれも似合いそうだな。あの瞬間内心怖がったりして、本当にごめんね。マフラーするにはまだ早くない？可愛いから早くつけたかったんだもん。ピーチちゃん、今日はいいの？忘れてた。嫌じゃない？撮ろうよ、初めて出かけた記念。撮るよ。この辺かな。行くよ。はい。やっぱり位置長いといいね。でもいい写真だからみんなに見せるのも